12年目ですね。早速やっていきましょう。19作品目作っていきます。温泉名探偵ということで、某漫画の探偵さん、名探偵小五でいきたいと思います。出演者を選んで早速制作していきましょう。さあ、名探偵小五の制作発表ですね。マスコミ5社が集まりました。今回こそはね、金賞が取れる作品をぜひ作ってもらいましょう。さあ、映画の方向性ですね。まあここは無難に自作を匂わすエンディングでいきましょうかね。さあ、名探偵小五郎完成しましたね。人気と話題性が飛び抜けた映画になりそうですね。お、評論が入りましたね。だいぶ高いんじゃないですか。86点。いや、すごい記録が出てきましたね。これは名探偵小五郎期待できるんじゃないでしょうか。お、満員御礼もね、もう出るようになってきたのでね、観客数もだいぶ期待できますよね。初週の観客数が40万を超えてきましたね。20作品目、凄腕警察のアクションといえばね、踊れシリーズということで、踊れ大捜査網を作っていきたいと思います。ロボットなんかを入れてみたんですけどね、マスコミ今回8社集まりましたね。ちょっと近未来的な警察ドラマになりそうですね。さあ、カンヌ国際映画祭ですね。名探偵小五郎どうでしょう。いやー、選ばれちゃいましたね。今回も銀賞止まりでした。王様が歩いてましたね。脚本が得意でかなり能力高いんでね、スタッフにスカウトしていきましょう。さあ、映画が完成しました。踊れ大捜査網、話題性と人気が高い映画ですね。最近作る映画みんな話題性と人気が高い映画になってきましたね。さあ、ベネチア国際映画祭どうでしょう。お、これはかなり高得点、90点台乗りましたね。これは映画祭が楽しみになってきました。さあ、ベネチア国際映画祭、踊れ大捜査網ですね。いやー、そろそろね、金賞欲しいですよね。よし、銅賞は回避しました。ここですよね、銀賞。お、これは金賞が見えてきたんじゃないでしょうか。おお、来ました、金賞です。踊れ大捜査網、ついに映画祭で金賞受賞作が出ましたね。いやー、嬉しい。初の金賞受賞作、踊れ大捜査網。いや、面白そうな映画ですよね。いやー、やりました。やっとね、国際映画祭で金賞をいただくことができましたね。いや、この作品どこまで伸びるのかちょっと楽しみですね。さあ、21作品目ですね。会社員のアクション映画といえばね、あのスーパーな方が活躍する映画かなと思います。まあ同じ名前だとちょっとあれなんでね、ハイパーな方にしてみました。で、お金が余ってきたので、ちょっと宣伝をね、幅広くしていきたいのかなと思います。全部乗っけちゃいましょうかね。さあ、ハイパーマンの方向性ということで、まあヒーロー映画なんでね、危機を救っていただきましょう。
ハイパーマンが完成しましたね。音楽が飛び抜けていい映画になりましたね。さあ、今期の評論は92点、またもや新記録。これは期待できそうですね。さあ、ダイソーサモーに続いてハイパーマンもね、カンヌ国際映画祭にノミネートされました。もう銅賞とかね、銀賞はできるだけ選ばれないように、金賞だけを目指していきましょう。おーっと、金賞来ました。これで2作連続の金賞受賞ですね。22作品目の映画はダンスのファミリー映画ということで、シャルウィーダンスって感じですかね。さあ、ランクアップ条件達成しましたね。ついに星4、達人2、ランクアップです。さあ、踊りませんかが完成しました。なかなかいい数字が出てますね。さあ、ベルリン国際映画祭受賞できるんでしょうか。というわけで評論ですね。おお、高い、94点。今世紀最高の作品と言いたいということでね。さあ、映画祭も楽しみになってきましたね。さあ、ベルリン国際映画祭ということで踊りませんか、今回もね、金賞狙っていきたいと思います。銅と銀にね、選ばれてしまうと金の見込みがなくなってしまうんで、お、いいんじゃないでしょうか。これは金賞取ったんじゃないでしょうか。おー、来ましたね。主役は侍なんですけど、踊りませんか、金賞をいただきました。さあ、23作品目、都会の高校生といえばね、あの池袋で有名な映画があると思います。今回は新橋を舞台に撮っていきましょう。さあ、今回は音楽いいですね。音楽897、ほぼほぼカンストしそうな音楽のいい映画作品になりましたね。ハイパーマンが公開終了ですね、うん、だいぶ話題になりましたね。お、すごい、公開期間77期、最高新記録ですね。今回の作品でね、ファンの方も20万人以上増えましたね。さあ、ランクアップ条件、観客動員数とファンの数ですね。もうこうなったらガンガン映画を作っていくしかなさそうですね。建物を建てながら映画をどんどん作っていきましょう。さあ、新橋東口の映画はどうでしょう。おー、100点すごい、満点の作品がついに完成しました。さあ、ベネチア国際映画祭の金も取れるでしょうか。お、取れましたね。さすが、100点の評点をいただいた作品ですね。さあ、無事に踊りませんかが公開終了しましたね。いや、すごいな、話題性に富んだ作品になりましたね。まずまずの結果ということで、今回32万人のファンの方が増えました。これでランクアップ条件に近づいたんじゃないでしょうか。いや、まだまだですね。最高観客動員数が大変そうですね。さあ、新しい監督をね、見つけたので、ついに監督を交代していきましょう。もう名前と髪型から多分早尾監督ですよね、これ。宮崎監督はスキルを3つつけられるので、スキルをつけて次の作品からね、メガホンを取っていただきたいと思います。大怪盗の映画といえばこの方しかいらっしゃらないですよね。4世の映画を作っていきたいと思います。ついにマスコミが10社になりましたね。いやー、もう制作発表から期待の作品になりました。さあ、宮崎監督1本目は話題性に富んだ作品が出来上がりましたね。さあ、ルパン四世、100点満点出ましたね。
や、これは期待していきましょう。25作品目、忍者の歴史ものということで、今回はね、ちょっとオリジナルのタイトル、伊賀の地甲賀というタイトルでね、作っていっていただきたいと思います。さ、監督が変わって2作品目、マスコミ11社ですね。さ、今年も始まりました、ベネチア国際映画祭。まあ、ルパン4世はね、金賞をいただけると思います。金賞の発表ですね。はい、ベネチア国際映画祭でも金賞をいただきました。さあ、新橋東口の映画が公開終了しましたね。新橋の東口ってもう銀座なんですけどね、公開期間90期、いや、すごいですね。なかなかロングランな映画になりました。さあ、ロケ地のね、知名度もどんどんアップしてきて、観光客もね、たくさん来ていただけるような場所になってきたんですが、まだまだですね、最高観客動員数全然足りないですね。いや、大変。これはあれですかね、映画館ももうちょっと広げていかないと達成できそうにないですね。さあ、16年目ですね。あと5年なんですね。よし、ガンガン映画作っていきましょう。さあ、伊賀の地甲賀が出来上がりました。音楽965、すごい作品ですね。さあ、評論はどうでしょうか。今作も100点満点いただけました。さあ、26作品目、魔法の学園といえばね、もうこの映画しかないですよね。今回も11社ですね。映画の公開の準備が整いました。いやー、また音楽完走しましたね。いや、音楽のスタッフのスキルが高いんですよね。さあ、今回の評論はどうでしょう。はい、100点満点です。もうね、100点満点の作品を連発していけそうですね。はい、ポンヌ国際映画祭、ポッターと仲間たち、金賞をいただきました。もうね、映画祭も金賞常連になってきましたね。さあ、28作品目、妖怪だったりね、昆虫だったり、いろんな生き物が出てきますというわけで、ポーチに収まるモンスター、ポチモンでいきましょう。出演者は主役のポチモンマスターと動物たちをね、今回は集めてキャスティングしていきたいと思います。さあ、ポチモンの制作発表会です。マスコミ12社集まりましたね。なかなか話題を集めることができました。というわけで作っていきましょう。さあ、ポチモン完成しましたね。人気がすごい。さすがですね。さあ、29作品目。全世界を巻き込んだはちゃめちゃドキュメンタリーロードムービーということでね。白い雲のように、某有名なお笑い芸人さんがね、世界をヒッチハイクして回っていく。それをね、こうちょっと映画化したような、そんな作品を作っていきたいと思います。さあ、白い雲のようにですね、マスコミ14社が集まりました。さあ、東京国際映画祭、ポチモン金賞取れましたね。さすがです。さあ、伊賀の地甲賀が公開終了をしましたね。だいぶ話題を集めた作品になりました。公開期間も100期を超える作品になりましたね。いや、なかなかいい作品ができたんじゃないでしょうか。さあ、ランクアップ条件、最高観客動員数超えましたね。あとはファンを集めるだけ。頑張っていきましょう。
さあ、白い雲のようにが完成しました。話題性と人気がカンストしてます。すごい作品が出来上がりましたね。さあ、立て続けに30作品目作っていきましょう。さあ、30作品目、未来と古代を行き来する SF アクション映画バックトゥーザパスト。まあ直訳するとね、過去に戻るだけなのでね、ただのタイムリープなんですけども、バックトゥーザフューチャーという大好きな映画があるので、ちょっとねそれにちなんでバックトゥーザパスト作っていきたいと思います。まあ、なかなかね話題と人気の高いキャストで揃えてみました。マスコミ16社が集まりましたね。だいぶ話題を集めています。北米シネマ大賞ですね、今回2人選ばれてるんですね。お、伊賀の筑甲賀のハム姫がいただきました。いや嬉しいですね。お、北米シネマ大賞全部門制覇です。いやー、もうノンフィルムズすごいですね。さあ、バックトゥーザパスト完成しましたね。だいぶ高い評価をいただいているようです。さあ、評論はもうもちろん満点ですよね。映画史に残る傑作出来上がりました。さあ、31作品目、ピラミッドのサバイバルといえばね、ジョーンズですよね。ジョーンズ作品作っていきましょう。さあ、ポッターが公開終了しましたね。もうさすがですね。115期新記録、かなりのロングラン作品できました。すごいですね、ファンの数も14万人増えましたね。さあ、あとファンの数どれくらいでしょうか。いや、まだ100万以上あるのか、大変。さあ、映画完成しました。インディー、ちょっとね、なかなかいい作品になりそうなので、スフィンクスの涙というタイトルにね変更したいと思います。スフィンクスの瞳の第2弾ですね。さあ、どうでしょう、人気と笑いがカンストしてる作品ですね。ドキュメンタリー映画なんですけどね、なかなか笑える作品になったみたいですね。32作品目ですね。まあ、凄腕警察といえば大捜査網シリーズ、うなれ大捜査網ということでね、今回警官の方がねキャストにいるので、彼を主演に作品を作っていきたいと思います。さあ、18社集まりましたね。さすが大捜査網シリーズ第2部、これは期待していきましょう。さあ、ポチモンの公開が終了しましたね。だいぶ商品化されてる作品になったみたいです。いや、すごい、さすがポチモン。どれくらい公開したんでしょうか。あ、でも101期なんですね。なかなかの結果を残せたみたいです。さあ、次のランクまでいかほどか。お、超えました。というわけで、ついに映画業界の神にランクアップです。これでほぼほぼね、ノルマは達成できたのかなと思います。さあ、うなれ大捜査も、あ、もうあれですね、話題性と人気は完走しますね。いや、すごいですね。さあ、34作品目、海賊、伝説の海賊の映画といえばね、一つなぎの秘宝かなということで、今回は2つのかけらを見つけに行きたいと思います。題して2ピーシーズ作っていきましょう。話題も人気も S クラスのメンバーで揃えてみました。もちろんね、お医者さんを目指す
動物も含めてこのメンバーで作っていきたいと思います。マスコミ20社、話題性と人気がすでにカウントしているというね、2 pieces 楽しみですね、この作品。さあ、試写会をしていきましょう。拍手もいただいて、だいぶね、いい作品が出来上がったんじゃないでしょうか。いや、すごいですね。カンストしてるジャンルが多い作品、こんなに多い作品初めてですね。いや、これは楽しみですね。今ちょうどね、ワンピースがアニメ25周年で無料配信をね、ずっとしてくれてるんですよ、公式のチャンネルで。まあ、それもあってね、今回あやかって2 pieces という名前にしてみたんですが、これ映画館すごいですね。もしや全て満員御礼？いやー、全映画館で満員御礼、すごい作品が出来上がりましたね。お、20年目ですかね。20年の区切りを迎えました。ということで、今までのプレイのスコアを合計するそうですが、どうなんでしょうかね。まだ2 pieces が公開中なんですが、最高観客数多分ね、2 pieces が叩き出してるはずなんですよね。はい、ま、というわけでね、エンディングを迎えることができました。20年間なんですね。いやー、面白かったですね。皆さんもぜひ、なんか映画をちょっと作りたくなったら遊んでみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、今までの全作品ですね。いやー、なかなかたくさん映画を作りましたね。最後、やっぱりね、こう、直近に従って、だいぶランクの高い映画を作れたんじゃないでしょうが、最後ね、まだ公開終了してないんですけど、2 Pieces が全国劇場で4位にいるんですよね。この作品どこまで行くのか、ちょっと楽しみではありますが、35作品作ってきました。映画スタジオ物語は今回でね、最終回にしたいと思います。また、カイロソフトさんの面白いソフトいっぱいあるので、そちらもね、やっていきたいと思いますので、楽しみにしていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。